の心はるかーす。みなさんこんばんはるかーす。水曜の夜いかがお過ごしでしょうか。戸松はるかの心はるかーす、パーソナリティの戸松はるかです。この番組は私戸松はるかがみんなの心を晴れやかにしていく心のビタミン系ラジオ番組です。水曜の夜、番組を聞きに来てくれたあなたに癒した元気をお届けしていきますよ。ラフラフからの質問で、はるちゃんが思う一番甘い菓子は、お菓子の歌詞を思い浮かんだ人もいれば歌の歌詞、どっちでもいいっていうところで、あんまりこのなんていうんだろう、甘いみたいなのそんなに口にしたことがそんなないんですけど、あと甘いのハードルが多分人よりだいぶ低いから、お菓子だと何でも結構甘い感じに入っちゃったりするんですけど、なんかわかんないんだけど、一番最初に私の中で甘い菓子っていうところで出てきた歌がこれ多分言ってもあのスフィアしか爆笑しないと思うんだけど昔ちょっとボツになったスフィア曲がありまして、サードシングルのブレイブマイハートのになる前のちょっとボツになった楽曲のタイトルがラブリークエストっていう歌だったんですよ。もうちょっと歌詞もねもう忘れちゃったんだけど、もう残ってないし資料も、そのラブリークエストのもう歌詞もすっごい甘くて、ハキュンハキュンみたいな、なんかね、なんかどっかでチャリンチャリンっていうなんかお金の音だったのかわかんないんだけどでもそれを仮歌さんもすっごい甘く歌ってくださってて、すごいそれが癖強だったのよ。なんかもうキュルンキュルンみたいな、あのもうちょっとラブリークエストっていうのがもう未だにこう我々の中ではなんかこう忘れられない、私の中で一番甘い単語懐かしいですねはい、ということでそろそろ行ってみたいと思います。心と心でつながる30分、戸松はるかの心はるかす、最後までよろしく。戸松はるかの心はるかす。戸松はるかの心はるかす、改めましてこんばんは、戸松はるかです。ラフラフの放送の方では発表されたんですけど、6月29日土曜日、新橋の日照ホールにて、ココハルとラフラフの合同イベントの開催が決定いたしました。やったー、ありがたいよ。今年も合同イベントができるということで本当にありがたいことなんですけど、今年はでもさ、まだココハルの中では戸松さんさ、最近結構いろいろさアンテナ出してると思わない？餅つきでしょ、トランペットでしょ、ハンドベル、テニス、車の運転、大きく上げていただいた中でもこんだけありますよ。ただね、何回も言うけどハンドベル一人じゃできないんだって一人も二人もほぼ一緒10人ぐらいいないとできないから、もうハンドベルのプロでも5人ぐらいいないと一曲演奏できないから、ちょっとハンドベルは演奏っていうところでは難しいかもしれないんだけど、まあそういう意味で楽器だと、あとトランペットね、この間友達さん1年間だけトランペットやってたんだぜみたいな話をなんかしてさ、あれだったらまあ一人でもねトランペット演奏できたり、でも私が一番やりたいのは餅つきだからね。まあテニスもやりたいんだけど、ずっとまあちょっとステージの上でテニスはちょっと危ないじゃない、しかも私テニスやったことないから、客席とかに飛んでっちゃうとさ全然そっちの可能性の方が高いから、もうだからそう思うとテニスはやっぱり広いコートできちんとやった方がいいなと思うわけですよ。餅つきでしょ、危険もない、美味しい、生のお餅が食べたい、正月に限らず365日と松さん餅が食べたい。でもこれをすごい押すともうすごい苦い顔されんのよ大変なんだって押すときね、用意すんの本当にね、餅つきなめんなって言われましたからみたいな、押すときで用意してさってなんかついたら、もち米ついたら餅できんじゃないのとか言って、すごいなんかもうそういう発言してたら、だいたいそもそもああいうもち米が餅になるのも結構時間かかるんですよね。だからすごい、あーもう餅つきをなめてるっていう。でもこれなんかやりたいよ、生のさ。だからまあこれをやりますとは言えないんだけど、今の段階でやりたいなっていう
結構ほら今年アンテナ張ってるから、2024年、まだまだ出てくるかもしれないし、これね6月までに、あと3ヶ月の間にまた戸松さんほらこれやりたいとか、まああと個人的に言えば釣りもやりたいけどね、やりたいことあるある年になってるから、ちょっとね新しいことできたらいいなと思ってますんで、ぜひ遊びに来てください。こちらねセカンドショットチャンネル会員選考申し込みを受付中ですので、お待ちしております。ではこちらまだミスだね、ココハルネームクッキーさんからいただきました、ありがとうございます。はるちゃんこんばん、はるかすこんばん、はるかす。3月9日に開催されたミュージックレインマーダーミステリークラブに昼夜の部ともに参加しました、ありがとう。3期生の方々は若々しさが溢れていましたがそれを上回るエネルギーを放っていたのは間違いなくはるちゃんでした、ありがとう。リアクションや顔芸などはもちろん、一部台本も忘れてしまうなど、いつものはるちゃんが見れて嬉しかったです。夜の部ではそれがもかちゃんに映ってしまったようですね、笑い。アドリブが主体ということで演者の生の反応が見れたのは本当に楽しかったです。私自身マーダーミステリーには初参加でしたが、こんなにも面白いイベントだと思いませんでした。今後プレイヤーとして参加してみたいと感じましたと。嬉しいね、そうなんですよ、一日頑張りました。いやもう本当にめっちゃ楽しかった。結局マダミスってもう一回やっちゃうとプレイできないんですよ、全部知っちゃうから、あのネタバレというかどういう秘密をみんな持ってたかとかも。だからもう本番一発勝負なんで、事前にその、まあ、自分のやる役だけは設定がもらえましたけど、 それ以外のことはもう話さないでくださいみたいな。もうなんかいつどこでマダミスの地雷を踏むか分かんないからなんか小道具とかある人がいたら、え小道具なんかあるのとかってなるだけでももうアウトだから、もう何にも言わないでくださいみたいな、昨日何食べたみたいな話してくださいとか言って楽屋も一緒だったんだけど、もう本当に楽屋とかでもマダミス関連の話しないでくださいとか言ってすごい言われて、分かったとか言って、じゃあなんかご飯の話するねとか言ってでなんかマネージャーさんたちもやっぱテストプレイをたくさんしてくれてて、その本番に至る前に、私たちはもういいのよ、その段取りだけ把握して本番、はいじゃあもう始まったらまたミスはもうバンってもうその瞬間一発勝負でやればいいだけだから、そういう意味ではその本番自体は結構もう始まったら始まっちゃうみたいな感じなんだけど、事前の準備が本当に大変だったみたいで、やっぱりそのマダミスを知らないスタッフさんも多くて、うちのその他のね裏方のステージ作ってくださるスタッフさんたちも結構マネージャーさんたちとかうちの会社の人たちが、マダミスというのはですねっていうのを話しても、やっぱり口頭で説明してもやっぱ難しいのよマダミスって。それは舞台ですか、演じるんですか、いや演じるんですけどアドリブで、アドリブみたいなどういうことですかみたいな、でエンディングもマルチでマルチみたいなところで、すごい説明が難しくて、だからやってみれば分かりますみたいなので、何度もマネージャーさんたちも入ってテストプレイをやったり、3期のさらに下に後輩がいるんですけど、その子たちがテストプレイで実際にこう本番と同じステージで本番と同じようにやって、その時にこう他の機材とかのスタッフさんたちもなるほどみたいな、面白いみたいな感じで、だからすごいそれでマダミスの面白さをスタッフさんたちも知ってくださって、で本番の日にスフィアとか私のソロとかでもずっと一番最初からこうついててくれてるスタッフさんたちもいたから、なんかどうだったとか言ったら、いや面白かった、こうなるんだマダミスって面白いねみたいな感じですごい言ってくれたりしたのがすごい嬉しくて、あじゃあ今日のイベント絶対成功するなって、すごい始まる前になんか自信になったというか、クッキーさんとかも初マダミスに触れたっておっしゃってたけど、こう多分結構初マダミスに触れた人多かったと思うんですよね。だからそういう人たちにやっぱり楽しんでもらえるなんかイベントになったらいいなと思ってたんで、まあ私は結構ぶっ飛んでた役、昼はもうすごいぶっ飛んでた役で、かき乱してくださいってすごい最初から打ち合わせでも言われてて、打ち合わせもだから本当に1時間半とか前日にだよもう夜リモートででなんか全体打ち合わせと個別打ち合わせみたいなので分けてやらないといけないから、それでも1時間半から2時間ぐらい打ち合わせして、その時にもう戸松さんはお昼はかき乱してください、もうわちゃわちゃにしてほしいですみたいな、はあみたいな頑張りますみたいな、夜はもうちょっとこうリアル
系のものだったから世界観とかも同窓会みたいな、昼はこう魔法学校みたいなファンタジーだったんだけど、だから夜は、まあ、別にそんな変にしなくていいんですけどって言われたんだけどでもなんか元気な役だったからお調子者みたいに書いてあったから夜も比較的ずっと喋ってたっていう感じで、基本的にずっと明るい感じだったんで楽しんでもらえてよかったなと思いますけれども、そして衣装のことについてもねちょっと感想が来てます。ルルルーンさんからいただきましてありがとうございます。はるちゃんこんばんはるかす、こんばんはるかす。3月9日に行われたミュージックレインマーダーミステリークラブの昼と夜の公演を見てきました。私はマーダーミスについてあまり知識がなかったんですが、丁寧な説明と進行があり推理しながら世界観を楽しむことができました。シナリオの分岐がたくさんあることも新鮮でワクワクできて面白かったです。キャラのイメージに合った衣装も素敵でした。戸松さんが昼の部で演じていたメータンことメタルはキャラが濃くて可愛くて面白くて特に印象的でした。マダミスでの裏話や衣装選びなどについて何かありましたら聞きたいです。楽しいイベントありがとうございました。とありがとう。昼はね雪姉が用意してくれたので、夜は同窓会みたいな雰囲気だったからそれぞれ自前で用意しましょうっていう、まあ、制服着てる子もいたから制服は雪姉が用意してたんだけど、それ以外のこう私服で集まる人たちは私服の方が個性も出るし自分にの好みで選べるからっていうところで、まあ、選んだんですけど、そのきっかけで5人でのグループの部屋を作りまして、まあ、私いつもの衣装感めっちゃギリギリなんですよめちゃくちゃギリギリで、で、まあ、夜の部はどんな衣装を着るかは把握しててもいいって言われたから、色とかさ質感とか被っちゃうとねちょっとあれだな、うー2人ともチョッキングピンクみたいな例えばなっちゃったらさ個性強みたいになっちゃうじゃん。だから色かぶりとかしないように教えてほしいなって言って、みんながこう送ってくれてこれ着ますこれ着ますみたいな、で私もう最後だったから前日とかに買いに行ってるからありがとうみんなの見て被らないの選ぶねみたいな夜はそんな感じだったんだけど昼はまあ、雪姉が全部用意してくれるっていうところと、あと一応キャラごとの色があって使う魔法のイメージカラーっていうか、アクアとかだと水だからブルーとかで、私はメタルっていう金属の魔法使いだったので色は黄色っていうイメージカラーで、みんなお揃いのポンチョみたいなのをこう着て、でリボンがみんなそれぞれカラーでっていうところで、基本黄色とかテカテカした素材のスカートでっていうところだったんだけど、もう私はもうそのメタルのこう説明を見た時に、これも発表されてるみんなも見れるやつ、年齢不詳の魔法使いって書いてあってでなんかもうとにかく自分のことをメータンと呼ぶとかって、そういうなんか軽い説明見た時にもう私の中でぶっ飛んだビジュアルにどうしてもしたくて、でもこれ先に伝えないとそんなマニアックな小道具言われてもってなっちゃうからフィッティングの前にもう雪姉に連絡して顔に貼るシールを用意してほしいって言って20年ぐらい前に小ギャルがさよく目の下にさなんかこうラインストーンのなんかシールみたいなのをさ貼ってたのよ。え、もっと前かな、もっと前かも、下手したら25年ぐらい前かも。でもなんか最近のねそれこそ原宿ギャルとかはやってるらしくて、やっぱほら時代って一周するんだよ。で結構売っててそういうフェイスシールみたいながすごい大ぶりなやつを用意してもらったり、髪の毛ももうツインテールにするって決めてたから、そこにつけるメタルみたいなイメージのなんかギラギラした髪飾りを用意してほしいっていうので、黄色のなんか大ぶりのやつをつけたりとか、結構私の中でこうメタルはこだわって作ろうみたいなっていうのがあって、でもスカートを見に履くからって言ってすごい短いの履くからよろしくお願いしますみたいな、伝わんなかったかもしれないけど、ってつけまつげも15年ぶりぐらいにつけたんだから、なんかちょっと目力が欲しくてみたいな、そういうのもなんかもうヘアメイクさんに先に連絡して、私マダミスの日つけまつげつけるからとか言って、あ、ううみたいなでもヘアメイクさんも雪ねもうやっぱりやったことがないから、なんかマダミスのことがなんかどういうこと言っちゃいけないんだよねみたいな、とにかく言うなっていう観光例だけ敷かれててみたいな、なんでつけまつげつけるみたいな、で、え、はるちゃんそんなビジュアルでいいのみたいな、特に昼だったから、はるちゃんいいの昼そんなんでみたいな、いいの私こういう役だからみたいな、うんみたいな、で昼も見てもらって、あ、そういう感じなんだみたいな、
で、まあ、夜はねナチュラルに戻しましたけど、まあ、そういう感じでちょっとみんなと相談しながら決めたものもあれば、事前にこう私のリクエストでメタルのイメージで作らせてもらったみたいな、ちょっとプロデュースした感じもあってね、楽しかったですね。はい、ということでまたね第2回目ができますように。ありがとうございました。小松はるかの心はるか。みんなの趣味ちょこっと貸してください。レンタルシミュレーション。このコーナーは恥ずかしながら趣味といえる趣味、特技といえる特技がない私戸松はるかが様々なことに挑戦しつつ、胸を張ってプロフィールに書ける趣味や特技を見つけていくコーナーです。お試ししていく中で興味が湧いたものがあれば今後やってみるノートに仲間入りです。では行きましょう。今回のテーマこちら、トランペッター戸松。もう言いたくないんだけど、恥ずかしいんだけど、トランペッターっていう言葉に失礼だろう。もう本当に端くれだからね、本当端くれオブ端くれだから。前回の放送で戸松はるか1年間だけトランペットやってたということが明らかになりました。その実力が未知数ということで、今日は本当にトランペットを分かっているということを証明すべく、トランペットに関する5つの問題にチャレンジしたいと思います。さあ、1年間だけ、しかも小6だよ、小6の1年間でさ、本当にトランペットを分かっていることを証明すべくなんだこれは。しかもさ、本当にやっていたのがまだスタッフは完全に信じていません。 おいそれは本当に1年やってたんだって。だけどちょっとどんな問題出てくるか知らないけど、場所とか部位とかさ分かんないからね。小6だから吹きゃいいって思ってやってて終わっちゃったんだからさ、もうそれ出たら終わりだよ本当に。あー恐ろしい。もういいや、やろう。じゃあトランペッター戸松チャレンジスタート。うわー、ちょっとなんか絶妙なもん出してきたねこれ。ちょっと次のうちトランペットはどれでしょう。これちょっとあれじゃないですか、皆さんちょっとでも吹奏楽やってた方はね、愚問だと思ってると思う。これは B でしょう。ういー、さすがに。ただちょっと似てる、みんな他のやつこれ何 A と C、 ちょっと似てるんだけど。はい、じゃあ続きまして第2問。管の長さを調整して音を変える役割を持つトランペットについている、あー出た出た、はい、3つのボタンの名称は何。知らないよ、知らないよ。小松さんはこれボタンって呼んでた。1、2、3、1番のボタン、2番のボタン、3番のボタンみたいな。もう3つしかないからさ、トランペットってね。はあ、でもこれで結局ドレミファソラシドをさ作るわけですから、3つのボタンの名称、3 もう違うな。ドレミ。もうこれ何言っても不正解だ、これもうダメだ。あ、ほらやっぱり、ほら第3問でほら出てきた。1と3だけを押さえた時に鳴る音階はドレミ。あ、レ合ってる。あ、いやいやいや、これこれレレレ。今ちょっと伝わんないのがあれだな、きちんと戸松さん右手でレレのボタンを押さえたんだな。1と3番を押して今一応1年間やってる割には覚えてると思わない。第4問。トランペットの管の長さは引き伸ばしたとき何センチくらいになる？ A 100センチ、 B 約120センチ、 C 約140センチ。最大伸ばしたときだよね、このうねんってなってるのをビーってまっすぐにしたらってことだよね。100センチって何メートル？あれ1メートル ?1 メートルって100センチ？え？そんなにある？逆に140はないんじゃない？ 140 ってさ、小学生6年生ぐらい、そんなにないんじゃない。100センチ A。 マジもっとあんの？びっくりビーマン。第5問。はぁ、
白ラピュタでパズーがトランペットで吹いていた曲の名前は次のうちどれ。そうよね、トランペットって言うとパズーだよね。 A トランペット吹きの休日、 B 鳩と少年、 C 希望の朝に。舐めるな B 俺を舐めるな急に冷えこれはもうほら有名ですから、白い鳩がバサ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 ってね一緒にあってね、その後シータが手のひらに餌乗っけて白い鳩がむっちゃ餌食べに来るんだけど一生私あれできないと思って鳩が一番怖いからこれでそう手に餌乗せて白い鳩がああってめちゃくちゃ来るよねあれで、ね、ちょっとあれは私はちょっと勇気ないなと思いましたけど。さあ結構正解したんじゃない？え、1問目はまあいいとして、2問目、あ、このボタンの名前なんだったのこれ、ピストンバルブ、絶対わかんない、その聞いたことないもん小学校の時に聞いたことないピストンバルブ。あ、そうドレミファソラシド、あ、いいね、レはね、そうレしか押さえないんだよね、いつださんね、ソラシド、そうだよね、ほら意外と手が覚えてる、ほら急にウィスパー拾ってくれたかな、拾えたあ、140センチ、伸ばすとそんなに長いんだトランペットって。へえ、ちなみに第1問目の偽トランペットっていうと失礼なんだけど、意外と似てるトランペットに似た楽器が A がフリューゲルホーン。へえ、トランペットに比べて大きなマウスピースを用いるため低い音を出すことが可能であり、太く柔らかくダークな音色を持つホーン。へえ、 C がちょっと似てるよね、 C の方、C はコルネット。へえ、トランペットと比べてマウスピースが短く丸みがあり、温かい音色と軽快な操作性を持つ。へえ、いろいろあるんだねこうね。あ、そうですか、何問正解、3問、微妙ちょっと微妙なんかどうなんですかねこれ、私的には小6でたった1年しかやってない割にはまあまあ思ったよりいけたんですけど、いいですか、よかったで子供の頃の1年ってすごいね、大人になって1年やっても多分すぐ忘れちゃうけど、やらないと、子供の頃ってさ、やらなくてもずっと体が覚えてるっていう、あーもっとやっときゃよかったな子供のうちに、いろんなこと本当にね、ちょっとかじるだけでさ結構覚えてるじゃん、もっといろんなことやっときゃよかったなはい、ということで、5問中3問正解でございました。以上レンタルシミュレーションでした。戸松遥の心ハルカス、つーはーほら深呼吸すれば心が落ち着く、心深呼吸。もうすぐ新年度、学生の方も社会人の方も気持ち新たに引き締まる時期、場所によっては桜も見られるようになり、いよいよ春本番。私もここ数年お花見に行けていないので、今年は行けるといいなと思います。ねえ、あなたはどんな1週間を過ごした？寝る前のひととき、ちょっと立ち止まって深呼吸、ゆっくり振り返れば明日もきっといい日になるよ。みんなの心が晴れますように。以上、心深呼吸でした。それではここで一曲お届けします。デラデラハッピー、トマツハルカの、トマツハルカの心ハルカ。お送りしてきました、トマツハルカの心ハルカ、そろそろエンディングのお時間です。もうね、きっと東京はおそらく桜咲いてるんじゃないですかね。ね、今年はちょっと早いと言われていますけど、桜が咲くと杉花粉が終わると言われている。こうオンエアされてる時に戸松さんの花粉が終わってるといいな。今年初めて目に来たの、ついに目だけは大丈夫って言い張ってたこの私が、ついに私の中ではこう目には来てないんだっていうところだけが自慢だったのに、もう目に来ちゃってさ、かゆいしさ、かゆいよりも朝尋常じゃない目やに、もうボンドついてんのかなっていうぐらい、もう目がさ全然開かないの。
怖くない？だってさ、目つむって寝てるのに、なんで朝起きたら上下のまぶたにあんなに目にがついてるんだろうっていう恐怖だよ本当に。ということで終わってるといいなと思います。引き続きですね、リスナーの皆様からいろんなメッセージ大募集しています。レンタルシミュレーション笑顔の処方箋ハンターとまつ名探偵はるかとま版、次回のテーマはとまつはるかを紹介する時のとまつ楽曲です。その他普通のお便りや私へのメッセージに番組の感想など何でもお待ちしています。メールアドレスははるかすアットマークセカンドショットドット JP、 はるかすアットマークセカンドショットドット JP です。セカンドショットの綴りはSECONDSHOT です。番組のホームページからも送れます。たくさんのメールお待ちしております。また番組公式のハッシュタグはシャープハルカスです。皆さんどんどんつぶやいてね。番組終了後番組公式 X に私の手書きコメントが掲載されますのでそちらもお楽しみに。そして6月29日土曜日に日照ホールにてココハルラフラフの合同イベントの開催が決定。現在ニコニコ動画セカンドショットチャンネルのチャンネル会員向け先行チケットが発売中です。詳細は番組公式 X や特設サイトをご確認ください。現在スロットソードアートオンライン用楽曲オルタエコ発売中、ぜひチェックしてください。そして4月からの、新番組です。4月から放送開始のアニメ転生貴族鑑定スキルで成り上がるにファム役で出演します。そして響けユーフォニアム3に黒江真由役で出演いたします。そしてですね、 ATX さんの動画配信サービス ATDX にて配信されますアニバ声優記念に〇〇してみたに私たちスフィアが出演しています。初回はすでに配信されていて2回目は4月18日3回目は5月2日に配信開始予定です。ぜひご覧ください。それではそろそろお時間です。また再来週4月10日にお会いしましょう。とまつはるかの心はるかす、ここまでのお相手はとまつはるかでした。これできっと心もはるかす。バイバーイ。